トムロフトのレース場と飼育日誌。ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。10月7日、木曜日の朝です。今日は暗い朝になってます。まだ街灯が明るく輝いてます。おはようございます。ハトさん、おはようございます。 今日の棚の上、いなくなっちゃいました。出社口の鳩たちです。今日は旧車の中が暗くて、撮影していてもこんな状況です。これから出社口を開けて車外を開します。今日も頑張って飛んでほしいと思います。出社口を開けて外に出てきました。あとはまだ一羽も飛び立ってません。はい、今やっと飛び立ちました。 まだまだ鳩が残ってますんで、これから追い出しにかかります。今日の天候は霧雨降る朝になってます。弱いこう霧雨が。降っていたので、ちょっと社外迷ったんですけども。大丈夫かなと思って、社外を開始してます。 あとはその霧雨関係なく上空に上がって飛び始めてます。空模様は怪しいですね。やはり今まで天気が良かったので下り坂というのは自然の成り行きだと思ってます。霧雨降る空ですけども飛び出した初期の状況はなかなかいい飛び方をしてます。こんな霧雨の中ですから 多球車の鳥は今日は来ないんじゃないかななんて思ってます社外したくなくなっちゃいますよねこういう天気はね6時20分になりましたあとは霧雨の中ずっと飛び続けてますただこの霧雨だんだん雨の量が増えてきましたし霧からちょっと大,大粒の 雨になってきました。水たまりもできるようになりました。これ以上天気が悪化しないことを願うばかりです。鳩は元気に飛び続けてます。ただいまの時刻は6時40分になりました。鳩が降りてきました。霧雨から小雨に変わるようなあまりいい天候じゃなかったんですけどもその中鳩は よく飛んでくれました。ただ今日は遠征にも行きませんでしたね。多球車の鳥も飛んできませんでしたし、飛ばないのもやむを得ないかなと思ってます。あとも濡れてますので、今日はすぐ呼び込んで、今日の社外を終了したいと思います。社外開始時の天候は霧雨だったんですけども、その後だんだん雨足が強くなってきまして、 本格的な雨にはなりませんでしたけども、小雨が降る空になりました。あとはそのような天候の中、飛翔時間40分飛んでくれました。下級車の鳥も来ませんでしたし、遠征もしませんでした。ただ単純に旧車の周りをぐるぐる旋回というだけで、40分間の飛翔は、まあ、今日の天候ですから十分かなと思ってます。明日が最終社外。明日の社外で、 あんまり飛ばない鳩は訓練除外、その他の鳩は訓練に参加すると、選択をする社会にしたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。次回またお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。